こんにちは、ニコアミです。パソコンがね、実は起動しなくなってしまいまして、多分ね、ご臨終な感じがします。そして新しいパソコンが届くまでに2、3週間かかるとのことで、いやー、なんか夏物ね、出したかったんですけれども、ちょっとスマホで編集するってすごい大変だなっていうのがあるので、だからしばらくアミログとかライブとかでやっていこうかなって思っています。で、今日はこれはね、秋用のバッグを作りたくて、ミルフィムソロフィムを引き揃えにして、大量消費しています。で、こういう感じで、これ何番？23番と2番を引き揃えたり、あと、まあこの辺はすいません、もう何引き揃えてるか分かんなくなっちゃったけど、どういう基準で揃えてるかっていうと、落ち着いた色と、あとアクセントカラーがこう派手めなもの、それを組み合わせて、こういうところ、こういう風にアクセントカラーが出るようにしてます。うん、こんな感じで、やっていて、で2本引き揃えにしたんですけれども、だいたい140名にしました。というのも、じゃん、このね、上のところを模様編みにしたくて、その模様編みが5目1模様なんですね。なので140目にしました。これで、これが A4 サイズなので、マチをね、後でつけようと思うんですけど、マチをね、こうやってつけれるかな、マチ付きでちょっとこうたっぷりめに入るようにしたいので140目という風になりましたが、皆さんはお好みのサイズで編んでください。そしてこれ横幅、今いろいろね、てんやわんやしてまして、メジャーがどっか行っちゃったな。物差しで測る、30プラス11は41、横幅だいたい41センチですねになってます。はい、で、高さはね、何センチかっていうと、どれくらいなんだろう、そうそうそう、この A4 が隠れるぐらいね、マチがこれくらいだから、これくらいでいいかなと思って、高さ28センチにしといて、でこれだけだとなんかちょっと寂しいなと思って、よっこいしょ、単色で2本引き揃えにして、で模様編みをプラスして、で持ち手ね、どうしようかなと思ってて、持ち手はまだまだ考え中です。とりあえず模様編みをしていこう。はい、で、6号針ですね。にしています。多分6号針だったと思う。もう今ちょっと、本当ね、なんかパソコンがいきなり壊れるって本当、あれですね。なんか、やばいな、落としたらやばいなと思ったら買い替えるのがベストですね。ちょっと私、ギリギリまでやりすぎました。はい。で、この、模様編みをねしていこうと思います。最初に細編みと鎖で、編んで、でその後上に、松編みをしていくというふうになります。よいしょ。はい、そしたら新しく糸をつけて、で糸を引き出してきたら、そしたら、立ち上がり鎖一目で、編んで、で細編みやね、最初は細編み一目、あれ間違えた、ここや、二目目に編んでた、ここです、この鎖の根元のところに、よっこいしょ、細編みを編んで、そして鎖三目編んだら、3目飛ばして、1、2、3目飛ばして、ここ
で細編み2目1、2で鎖3目の1、2、3目飛ばして細編みで2目編んで鎖3目の1、2、3飛ばして細編み2目。これを繰り返していくんですが、鎖を緩めに編まなきゃいけないんですけど、まあいっか、ちょっと気をつけて、はい、一周編みたいと思います。はい、一周編めましたが、一目なぜか余ってしまい、ここどっかで増やし目してる模様です。ちょっとそのままもう編んじゃいたいと思います。ここ飛ばして、で、最初ここね、よいしょ、はい、こんな感じで、本当はここないと思って、はい、見てください。本当はここ、この細編み同士がちゃんとね、こうやってくっつくはずでございました。はい、ちょっとここボコってなっちゃうけど、そのままいきたいと思います。そしたら次、2段目、ここのところに、鎖のところに引き抜き編みをして、そしてこの鎖のところに側に長編みを5目編みます。松編みですね。今1、2、3、4、いやーすごいね、ちょっと暑くてクーラーかけてるんですけど、窓際でやっているので、よいしょ、ちょっと手に汗かいてきちゃって、で滑りが悪いんですが、1、2、3、4、5、はい、これで、編めました。ピント合ってるかな、ピントピン、あ、ピント合った、あった、はい、でこれで長編みを、よいしょ、5目ずつ、おっとっとっと、拾ってるね、うん、長編みを5目ずつ鎖のところに編んでいきます。よいしょ、じゃあこんな感じで、これもピントピッと、こうやったら、あ、ピントあったあった。そう、スマホで普段撮影しないので、めちゃめちゃ緊張しながら、ね、今撮影してます。こんな感じで、この鎖のところに5目ずつ長編みを編んで、松編みを編んでいきます。で 140÷5 で28セット、28山松編みができると思います。一周編めました。そしたら最後、立ち上がりの鎖の3目目のところに針を入れて、で引き抜き編みをしたら、そしたら今度、このところに細編みを編みます。今ね、鎖一目で立ち上がったよね、立ち上がってますね、はい、立ち上がった後、細編みを編んで、でこの1段目とね、同じことを繰り返します。鎖3目編んだら1、2、3目飛ばして、でこの端っこのとこ、ね、に細編みを編んで、で隣にもう1目編んで、で鎖3目編んだら1、2、3目飛ばして、で細編みで、もう1目、こんな感じで、この松編みの端っこにそれぞれ細編みがある感じですね。これで編んでいきます。で、よっこらしょっと。この細編み、一番最初の細編みが見逃しやすいので、最初に印つけとこう。これでね、一周編みます。はい、一周編めました。そしたら最後、この印つけといたとこですね。あ、ピント合わせよ。ピン。OK、あった、ピント。
そしたらこの一番最初の細編みのところに引き抜き編みをします。よっこいしょと、はい、こんな感じ。そしたら次いきます。この2段目と同じですね。ここの鎖のところに引き抜き編みをして移動したら、そしたら鎖4目じゃない3目で立ち上がって、で残り長編みを4目編んで、で松編みね編んでいきます。1,2,3,4,5 で隣の鎖に松編み、1,2,3,4,5 これを繰り返していきます。じゃーん、こんな感じで 1,2,3,4 段編んで、でその後に細編みで、上編んでます。でこっから持ち手をねつけようと思うんですけれども、ちょっとどういう持ち手にしようかなってちょっと今悩んでるので、今日はここまでにしようかなと思います。あとなんかここにポッケとかねつけれたらいいなと思っていて、そうですね、ちょっとなんか色を使いすぎましたね。ド派手になりすぎた。ここを黒にしたらなんかビシッと決まったのかもね。うん、ちょっと今編み直そうかなと思って迷ってて、っていうのもこの色が足りなくて紫でなんか編んでたりするし、まあこの継ぎはぎな感じが面白かったりするのかな。ちょっとね、はい、次の動画ではちょっと色が変わってるかもしれませんが、はい、今日はここまでにしたいと思います。そうね、よく考えたらこれミルフィムソロフィム大量消費やね。今のところここの長編みのとこだけで何グラム使ってるのかな、250使ってるから、それで280ぐらいは使ってると思うから、結構大量消費かなと思いますので、よかったら参考にしてください。はい、じゃあまた。